ハース VF-17 は、ハース F1 チームが2017年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、ある。開幕戦オーストラリア GP 時点の VF-17、ホズの文字が赤い。2017年2月25日にシェイクダウンを行い、翌26日に正式発表された。前年に引き続き、フェラーリから、 パワーユニット及び還元パーツが供給され、ダラーラがシャシーを制作した。ベースカラーが前年のホワイトからグラファイトグレーに変わり、フェラーリなど多くのマシンと同様に、ノーズ先端には突起がつき、エンジンカバーにはシャークフィンが装着された。サイドポッドを取り囲むようなパネルが特徴となっている。モナコ GP からカラーリングが変更され、フロント部分やリアウィング、 サイドのホズの文字がレッドからホワイトに変わり、残りは濃いグレーで覆われる。その他のレッドだった部分も光沢のあるグレーに変更された。ドライバーはロマン・グロージャンが残留。ルノーからケビン・マグヌス戦が一席。前年の VF-16 で問題が多発したブレンボのブレーキは VF-17 でも解決できず、プレシーズンテストで、 カーボンインダストリーのブレーキマテリアルと並行使用し、バーレーン GP 後のインシーズンテスト、ロシア GP、イギリス GP、ハンガリー GP のフリー走行でもカーボンインダストリー製ブレーキをテストした。なお、グロージャンは前年からブレンボのブレーキ問題に悩まされる。一方、新加入のマグヌス戦はブレンボのブレーキにうまく対処できていると。 チーム代表のギュンター・シュタイナーは認めている。カラーリングを変更した第6戦モナコ GP で、チーム初のダブル入賞を果たした。第9戦オーストリア GP で、前年のポイントに並び、第12戦ベルギー GP で上回った。第16戦日本 GP で2度目のダブル入賞を、果たし、トロロッソやルノーとランキング6位を争える位置にいたが、これ以後は、低調な成績に終わり、 ランキングは前年と同じ8位となった。ありがとうございます。